本日のメインイベント BJW 認定デスマッチヘビー級選手権試合五寸釘ボードプラス蛍光灯プラスケージデスマッチ30分一本勝負を行います。アウトは挑戦者172cm 93kg 塚本拓実。赤コーナー第36代チャンピオン4度目の防衛戦172cm 92kg 武田雅之。リングにフランク・マスGo!
けろyou
Yeah.
お前を指名して今日本当よかったよ。なるほど、お前とは5年前か。お前がデスマッチに参入してきて、俺は決勝組。お前のデスマッチなんて見たこともなかったけど、横浜軍隊やってみて、こいつには未来があるって俺は勝手に思ってた。後楽園ホールの大勢のお客さんの前で麺を張る、なんかプロレスでドラマがありますね。そうだ、これでですもう1回でももう2回300回何回かやろう。今日はいい酒飲め。まずは今日ご来場いただいたお客さん、新年明けましておめでとうございます。なんかドラマ、ドラマがあるねとか、タイガーさんらしくないですね。何くせえこと言ってんすか。もっとでもね、言葉以上にやっぱり武田正治、あんた強いよ。だからこそもう一回、いや200回300回タイトル戦じゃなくてもシングルだったら、あんただったら何回でもやってやるよ。俺はやっぱり狂って愛しちゃってるんでね、狂い合いですよ。クラブ、狂い合い、もっとそういう狂い合い、そういう花を狂い探せましょう。あとね、支援会やりましょう。ちょっと待って、そういうのじゃねえだろ、お前。でもよ、お前が言った通り、ドラマとなんだ関係ねえよな。俺たちはこのリングで命を張って体に傷つくんで、いつしか、いつ死んでいってやっとちゃい。先生、いつ死ぬか分かんないけど、命がけで今分かってんだよ。ドラマの活動じゃねえよ、やから。いいか、なんだ、デスマッチ、クリアリー、いいじゃねえか。おい、これがシングルマッチ。お前とはタッグも狙ってもいいんだぞ、この野郎。こういうのはな、言ったもん勝ちだから。BFJ とは別に、タッグチーム、もっともっと練習していくぞ。お前が上手いこと言ってんなら、俺が上手いこと言えば。クリアイ、クリアとは、クレイジー、アイ、ラブ、ラブ。俺らクレイジーラバーズでどうだろう。なんかもう自分たちがテンション高くなって楽しんで、そこの上での勝負を見せれたらよかったかな。武田さんと自分が、考えてることっていうのが大体同じだったのかなっていうのが、やっぱちょっとね、 CGW テイストがちょっと荒い試合をしたいっていうのがあって、激しさの中にも正確な、勝ちにいくっていう姿勢は変えずにやっていきたいなと、これからは思ってますね。塚本匠ね、あそこまでやると思わなかった。ぶっちゃけあいつと普段から、デスマッチの話だったり、酒組み交わしたり、
なんだかんだ仲いいけど、俺は今日リングやったことで、はあ、なんか別にそういうの関係なくね、あいつを潰しに行ったけど、はあ、あいつがそれ以上のもので答えてくれたから、はあ、これは別に仲良く思考してもないし、はあ、俺はあいつを、はあ、認めてやるよ、はあ、でもまだまだ、はあ、正直俺には余裕がある、はあ、俺には余裕があるよ、あんな終わった後にマイクできる余裕があるんだよ、はあ、マイクができなくなるまで追い込んでこい、はあ、何遍でもやってやるかな、はあ、そしてリング上でも言ったけどさ、はあ、この団体は、はあ、シングルだけじゃねえんだ、このベルトだけ、はあ、こうなってたらしょうがねえんだよ、はあ、タッグのベルトだったんだ、はあ、この団体で、はあ、2人タッグパートナーって言ったら、はあ、塚本しかいないよ、はあ、俺はあいつをあいつをあいつを取りたい、はあ、なんかクレイジーラバーとか言ったけど、はあ、あんなの取ってつけたような名前だけどな、はあ、これを機に2018年、はあ、タッグとしてどんどん行かせるから、はあ